やるっきゃねえよな。敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット？誰だ？知らないの？傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥーと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッケルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。人たちかわしたな、小僧。なんだこのまといつくような威圧感は。教えたどんな奴よりもこいつは強い。グリフィスも舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。人間はこの50年一人もいなかったぞ。さあ戦え、この俺を失望させるな。ありえない、こんな化け物が現実に存在するはずがない。
これまでか。こんなものなのか、貴様の力は。いや、人間にしてはよくやったと言うべきか。だが容赦はせん。あの化け物から逃げおおせてからにしろ。やられる。お前は左。行くぞ。
てばガッツ。黙って飲んでてもつまんないよ。もっと盛り上がってよガッツってば。ガキがうるせえぞ。男には一人で飲みてえ時もあるんだよ。コルカス、口ではああ言ってるけど、みんなで騒ぎたいんだよ。こびいて。昨日潰れちまったのがまずったな。たく、最悪だぜ。て。首は揉まない方がいい。かえって悪くするから。首が痛い方の腕を後ろに上げてみろよ。へえ、詳しいな。いろいろと器用なやつだぜ。